今日はちょっとショックな情報をお届け。携帯電話などを充電する普通のコンセント、アメリカの場合は110V なんですが、周辺の建物に電波を送る電波塔のボルテージはなんと10万ボルト、雷が落ちるそのボルト数はなんと1000万ボルトにも及びます。しかも雷の温度は太陽の表面温度の4から5倍にもなるんですから驚きです。しかもその速さたるもの、音速の1/3。そんな速さで人に落ちてきたらと考えてみてください。実はですね、100分の1秒もの速さで体を駆け巡るんですよ。心臓を止めて体全体の神経系を乱す可能性もあります。はじめは何が起きたのか理解できないでしょう。意識を失ったり、ショック状態に陥ったり、世界中で毎日数百万の雷が落ちています。幸運なことに自分に落ちてくる可能性は低いもので、その確率は15,300分の1。それでも毎年2万人もの人が落雷の被害に遭っています。さらに2度も雷が落ちてくる可能性はさらに低くなります。それじゃあ7回も雷が落ちてくる可能性ってどれくらい低いと思いますか？ありえないですよね。でもそれを経験した人が実在するんです。彼の名はロイ・サリバン。1912年バージニア州グリーン郡で7人兄弟の大家族の一員として生まれました。ロイは兄弟と何の違いもない普通の幼少時代を過ごしましたが、自然が彼を選んだとでも言いましょうか。1936年シェルナンドー国立公園のパークレンジャーとして仕事を始めたロイ。そこで35年かけて7回も雷に打たれたのです。最初の事件が起きたのは1942年4月。この日は強い嵐が吹き荒れていました。ロイは避雷針がまだ設置されていない櫓の中に人々を避難させました。この建物に雷が数回落ちた後、火事が発生し、ロイを含めた全員が屋外へ逃げ出しました。建物から数メートル離れるとロイの足に雷が落ち、靴に穴が開いてしまいました。次の事件は27年後の1969年。ロイはまだ国立公園に勤務中、ボコボコの地形を運転中に嵐に遭遇。車の開いた窓から雷が落ちてきて、眉毛とまつ毛を焦がし、髪の毛も少し焼けてしまいました。意識を失うロイですが、車は動き続けます。崖の際で車が止まり、15分後にロイは意識を取り戻しました。1年後の1970年7月、3度目の事件が起きました。天気は良好だったその日ですが、突然厚い雲が押し寄せ、嵐が発生しました。雷はロイのすぐ近くの変圧器に落ち、彼は死に物狂いで逃げますが、自然が彼を逃がしません。この時は肩に雷が落ちました。2年後の1972年、国立公園内のステーションに待機中、4度目の落雷被害に遭いました。髪の毛が燃え上がり、トイレに駆け込み、紙ナプキンを濡らし、燃え盛る髪の毛から火を消しました。この時から何かよからぬ力に狙われているような感覚を感じ始めたロイ。また落雷の被害に遭った時のために、彼はボトル入りの水を持ち歩くようになりました。5度目の落雷被害は、これまた国立公園内。1973年の出来事です。岩につまずき転んだロイ。それと同時に空に稲妻が走りました。恐れおののくロイはトラックに駆け込み、その場からいち早く離れることに。できるだけ遠くまで移動した後、車を止めて嵐の様子を見ようと外に出た瞬間、また落雷の被害に遭ったのです。雷は左腕から左足に落ち、靴に着火。急いでトラックによじ登り、ボトルの水で火を消したのでした。6度目の事件が起きたのは1976年。前回の落雷現場から 1.5 キロほど離れた公園内のトレイルを散歩中、またまた嵐の雲が現れたのです。雷が彼の手のひらに落ちました。6度目の落雷後、ロイは公園で何かが起きているのではないかと疑い始めました。40年間勤務した後、彼は辞職することを決めました。これで雷も彼を追わなくなったと安心しましたが、それは少し違いました。この頃には地元の有名人になっていたロイ。注目されたものの、彼の生活に影を落とすことに。また雷が落ちてくるのではと恐れる人々は彼の周りに近寄らなくなったのです。メディアはスパークレンジャー、人間避雷針とあだ名をつけもてはやしますが、ロイはそれを嫌い、孤独を感じていたそうです。
それに加えて彼もまた恐怖や脅迫感に襲われていました。彼はいつでも雷が落ちてもいいようにと備えていたのです。幸運にもロイは人生の伴侶を見つけ、彼女は彼を助けサポートし続けました。ロイが仕事を辞めた後、バージニア州ドゥームズという小さな町に引っ越しました。すごい名前の町ですね。落雷被害に遭わないこと1年。1977年6月25日、またロイは落雷の被害に遭いました。早朝、地元の池で釣りをしていたロイ、なかなかの大漁でしたが、空の様子がおかしくなってきて、ロイは雷が落ちると感じました。硫黄のような匂いが満ちて、腕の毛が逆立っていたのです。体中がこわばります。雷がロイの頭に落ち、胸と腹部を通ります。車に避難するロイ、それと同時に腹を空かせたクマが現れました。釣った魚が入ったバケツに近づいたクマ、くすぶる髪を無視したまま車を飛び出てクマを追い払おうとします。7度目の落雷後、彼は左耳の聴力を失い、落雷からは逃れられないと悟りました。嵐が来ると妻でさえ彼と外出するのを嫌がるように。ある日、裏庭で洗濯物を干していた彼女、手伝おうと外に出るロイですが、数分後妻に雷が落ちたのです。幸運なことに大怪我にはならなかったものの、恐怖と孤独感とともに罪悪感さえ感じるようになってしまいました。もちろん医者や科学者が彼を助けようとしましたが、この不思議な現象を解き明かした人は誰もいません。科学論ではただの偶然だと結論付けられ、数学や物理学は役にすら立ちません。こんな結論を出されたロイは、何か目に見えない力が何かしらの罰を与えているのだろうと信じ始めました。もしかしたら過去に真実が隠されているのかもしれません。国立公園と医者は7度全ての落雷を記録していました。でも確認されていない8度目の落雷があったんです。ロイは幼少期、父の麦の収穫を手伝っていた時に落雷の被害に遭っていたのです。大釜の刃に雷が落ちたというのです。でもロイ少年以外の目撃者はいません。もしかするとその瞬間、雷を寄せつける体質になってしまったのかもしれません。雷は最も抵抗が少ない位置を目指しますからね。雷が落ちる仕組みはこう。雨、氷、雪の粒子が嵐の中でお互いに衝突します。この工程が雲と土地のバランスを崩し、雲の下層にマイナス電荷が溜まっていきます。木や土地のプラス電荷がさらにバランスを崩そうとして、自然は反対の電力の不安定な状態を解放するために電力を放出させます。もしかすると自然が何かしらの不安定な電荷をロイの体に感じ、それを直そうとしていたのかもしれません。でもどうして 1,2 年の年月を空けて被害に遭ったのでしょうか。1度目と2度目の落雷の間には20年以上の時が空いたものの、科学者はこの件に関しては説明がつかないと言います。単純に雷を引き寄せる体質だったのかもしれません。予想通り、ロイ・サリバンはギネス世界記録に世界で最も雷に打たれた男として記録されています。暗くて何も見えません。至る所にスライムがあります。地面は柔らかく動いています。周囲の壁が動くのを感じながら、どこに行けばいいのか手探りで探しているあなた。しばらく経つと遠くで悲痛な叫び声が聞こえてきます。助けを呼んでみますが、誰も応答しません。あなたは船の船長で、強力なクラーケンに飲み込まれてしまったのです。正しい方向に進んでいるかどうかわからないまま転がり続けます。叫び声はますます大きくなる一方、誰かに会うのは時間の問題です。次の一歩を踏み出しますが、大きな木片があなたの横を通り過ぎ、倒れそうになります。その木片はクラーケンが飲み込んだ船の一部。他の乗組員も生きたまま飲み込まれてしまったので、獣のお腹のどこかにいるに違いありません。あなたは悲鳴を追い続け、食堂のように見える別の道にたどり着きます。木片をつかみ、それを使ってヌルヌルした内部を滑り降ります。暗いのでシャツから布を剥ぎ取り、大きな板に巻きつけて火をつけます。その場しのぎのトーチを使用すれば、どこに向かっているのか確認できます。内部に大きな血管が流れているのがわかります。各静脈は3人以上を収容できそうです。しばらくすると、そこに保管していた宝物を含む船の瓦礫が見えました。しかし今のあなたは
暗くて臭い室内で他の乗組員を探しているので、それらの巨大な金の山は価値がありません。複数のトンネルがあり、それぞれが別の場所につながっているポイントまでたどり着きます。口から抜け出すことは不可能です。深く掘り下げることしか解決策はありません。あなたは直感を信じ、スライムや他の液体で覆われた一番小さいトンネルを滑り降りることにしました。トーチを消し、後で再び使用できるようにしまいます。なんとか体を動かしすり抜けます。クラーケンはまだ泳いでいますが、休憩をしているのかその動きを止めました。巨大な静脈と血管が減速し、肉のトンネルが広がります。そして一瞬のうちに液体プールの中に落ちた瞬間、サンは服を焦がし始めます。そう、ここはクラーケンの胃の中。シャツを脱いで板の上に乗り、酸性の湖を漕ぎながら渡ります。周辺には船の壊れた破片が散らばっています。どこからともなくクラーケンは動き出し、素早く泳ぎ始めます。板にしがみつき、サンが目に入らないように浮かぶことしかできません。とりあえず目を閉じることにしました。今度は消化が起こっている胃のさらに下に投げ込まれてしまいます。ここではサンがさらに強いので、中にあるものすべてが溶けています。また悪臭がひどく、その匂いから逃げる方法はありません。しかし遠くに乗組員の何人かが小さな島で立ち往生しているのが見えます。周りには消化されていないサメが泳いでいます。どうにかして乗組員のいるところまで行かなくては。あなたは別の木片に乗り、彼らに向かって漕ぎ始めます。しかし今度は胃酸が木材を溶かし始めています。幸いなことに乗組員の一人が別の熱い板を投げてくれたので、あなたはそれに飛び乗り、彼らに向かって漕ぎ始めます。ついに上陸。他の乗組員はあなたに会えて嬉しそうです。脱出方法を見つけようとしますが、出口は酸で覆われているようです。そしてたくさんの海洋動物とともに多くの水が流れてきます。酸度も上がる一方、しばらくするとクラーケンは酸性の水の中で暴れ回る巨大なザトウクジラを飲み込みます。クラーケンは動揺し動き回ります。それと一緒にみんなも振り回されることに。あなたは他の乗組員と一緒にクジラに乗り、しっかりと掴みます。どうやらクラーケンはクジラを追い出したいようです。胃の内側はクジラを出すことができるくらい収縮します。あなたと乗組員はまだクジラにしがみついていますが、簡単ではありません。ついにクラーケンはクジラを吐き出し、海の底まで泳ぎ去りました。次のチャレンジは息をするために水面まで泳ぐこと。クジラは全員を押し上げます。それがなければ誰も地表にたどり着くことはできなかったでしょう。どこにいるのか分かりません。乗組員の何人かは浮くために船のバラバラになった部分にしがみついています。あなたも同じように乗ることに。太陽が沈み始めてきました。何も見えなく、乗組員は寒さと空腹を感じています。そして最悪なことに、サメの餌の時間でもあります。誰もが立ち上がり、なるべく水から離れています。サメのヒレがポツポツ浮かんで見えるんです。とにかく夜を乗り切るしかありません。朝がやってきましたが、誰も眠ることはできませんでした。そして全員で板を一つにし、太陽に向かって漕ぐことに。乗組員はあなたの意見に耳を傾けます。太陽は灼熱で、乗組員のエネルギーは低下するばかり。飲める新鮮な水はなく、魚を捕まえることもできません。さらにサメとクラーケンの脅威は依然として迫っています。乗組員の一人が遠くに島のようなものを発見。誰もが歓声を上げ、お互いに抱き合い、パドルをしながらそこに向かって泳ぎ始めます。数時間後、島に到着したあなたは砂に手を突っ込みます。走り回ったり、砂やヤシの木に感動している人もいます。しかし何かがおかしいのです。空には鳥が飛び回っていて、何かに怯えているようにしか見えません。全員で島の中心に移動し、他の人がいるかどうかを確認することに。島の真ん中に小さなキャンプファイヤーがありますが、人の気配はどこにもありません。島はあまりにも小さいので、住民はいないはずなんです。キャンプファイヤー以外、人がいるような雰囲気はありません。しばらくすると島が動き始めます。誰もが木に登り、水が島を覆います。遠くでは水から現れた大きな物体があなたを見つめています。巨大なウミガメです。あなたはずっと巨大なウミガメの背中に乗っていたんです。
ウミガメは水の上を優雅に動き、数時間後に止まります。乗組員はいくつかの小屋を建て、火をつけて食事を作り、快適に眠っています。地平線に星が散りばめられた遠くの夜空を眺めます。そして一番高い木に登って眠ることに。クラーケンは泳ぎ回り、亀に近づいていますが、ウミガメのサイズとは比べ物になりません。翌日、歩き回って島を探検します。ここには今まで見たことのない個性的な動物が暮らしています。エキゾチックな鳥がたくさん生息し、動物たちはあなたを脅威とは見なしていないようです。木々やツタに覆われた山の頂上にたどり着くと、島をよく見渡すことができます。パノラマビューで周りを見渡してみると、真下の地面に巨大な穴が、そして他の探検家が残した掘削道具らしきものが見えます。あなたは乗組員を集め、急いで穴に向かうことに。そこにたどり着くには、ブドウの木を通り抜け、困難な地形を登る必要があります。とは言っても、この島は亀の甲羅、一体この穴はどこにつながっているのでしょうか。ようやく到着し、放棄された道具や計画書をチェックすることに。地図には想像を絶する宝物を示す×マークが示されています。あなたは乗組員を集め、誰もが道具を手に取ります。でも、なぜこれらの道具は放棄されたのでしょうか。計画書に目を通してみます。そこには最後のステップ以外の手順が記載されています。あなたは穴に入り、そこに向かって進みます。しかし、そこで見つけたのは、予想を超えるさらに衝撃的な。消毒剤または抗菌ウェットティッシュのパックはバッグに入っていませんか？細菌という概念が一般に知られるようになると、人々は衛生面に非常に注意を払うようになりました。しかし、一昔は細菌をそこまで気にする人はあまりいませんでした。当時の医師は、人々が注意する必要があるのは汚染された空気であると強く信じていたからです。そこで特別な衣装が発明されました。医師たちは、くちばしが彼らを悪い空気から守ってくれると信じ、さらに細菌から身を守る方法についても別の見解があったのです。お香の甘い香りが悪い空気から身を守るのにも役立つと信じられていたため、人々は様々なお香を持ち歩いていました。また花束も人気でした。多くの医師は、花束を鼻にかざすことで全ての悪い健康状態を防ぐことができると確信していたんです。当時は、一日一輪の花は医者いらずとでも言っていたんでしょうか。ヨーロッパの医師が着ていたこれらの衣装に関するもう一つの興味深い事実は、それらが今日でも使用されているということでしょう。いいえ、奇妙に見える医師がいるテーマ病院があるわけではありませんが、実際にはイタリアのベニスにある伝統的なお祭りで使われているんです。歴史上、香りの良いトレンドは花束だけではありませんでした。古代エジプトでは、人々はワックスや香水のコーンを頭につけていました。
噂によるとそれは一種の古代の消臭剤であり、それらのコーンはおそらく体臭を隠すことを目的とされていて、円錐型のこの物体は通常カツラの上に置かれ、それがエジプトの熱い太陽の下で溶けると甘い香りが放たれる仕組みでした。今から約5000年前、エジプトやギリシャなどの古代人は歯の間を掃除するために小さな小枝を折って使っていたと言われています。一部の科学者はこれらの小枝のもう一方の端を尖らせ、人々が爪楊枝として使用したとも発表しています。また息を爽やかに保つためにエジプト人はその場しのぎのミントを使用しました。例えばパセリやその他のハーブを食後や日中に噛む人もいたんですよ。さらに彼らはハーブとスパイスのミントを作り、シナモン、松の実、フランキンセンスを使用しました。すべての材料をくっつけるためには通常は蜂蜜が使われ、最後に火を使ってキャンディーのような形に整えられました。クレオパトラのトレードマークといえばアイメイクですが、エジプト人は実は世界で初めてマスカラを発明した人たちなんですよ。作り方ですが、蜂蜜、すす、水、そしてワニの糞を混ぜます。彼らはこの一風変わった混合物をまつげと眉に直接つけたんです。甘い香りではなかったかもしれませんが、後ほど発明された鉛を含む有毒なアイライナーよりも安全なのでよしとしましょう。古代の衣服は色のバリエーションがなく白が中心でした。しかしカラフルな服を着ようと思ったら昆虫を使って染色する必要があったのはご存知ですか？今はそんなことしないって？砂糖でコーティングされたキャンディーを手にするたびに、その明るい色の裏にカブトムシから作られたコチニール色素が潜んでいることを思い出してください。明るい口紅も同じですからね。奇妙な古代のファッションに戻ってみましょう。当時の人々は変わった形の仮面だけでなく変わった形の服も着ていたんですよ。そう、ブリオーのことです。それらは極端な袖のドレスで、通常床までの長さで、明らかにそれを身につけた人は無力で何をすることもできませんでした。単純なタスクさえ実行できないくらいですが、その背景にはいくつかの理由があったんです。その袖が長いほどその人が手を使わなくてもいいほど裕福で、必要なことをすべて手伝ってくれる人がいることを象徴していました。ブリオースタイルのドレスは11世紀から13世紀にかけて流行しました。ではこちらをご覧ください。非常に先の尖った長い先端がくっついたこれらの靴は15世紀のヨーロッパで最もホットなトレンドの一つでした。デザインがポーランドのクラクフの街で生まれたためクラクフと呼ばれましたが、その靴には何の意味も目的もなく、どうやらファッションのためだけだと言われています。90年代や2000年代でも超ロングで尖った靴が流行っていましたから、驚くことはないですよね。歴史家はクラクフはあまり快適ではなかったと考えています。つま先には詰め物が詰められていたと考えられ、そうでないと形も補強度もゼロに近かったでしょうからね。時代を超えて残された靴は何足かありますが、その一つがロンドンにあり、つま先に苔が生えていたとか。またイタリアの年代記者によると、これらのタイプの靴にはしばしば馬の毛が詰められていたといいます。どうやら靴はあまり実用的ではなかったので、すぐに流行遅れになりました。明るく鮮やかな色は好きですか？歴史を通じて人々は鮮やかな色ほど素晴らしいと感じていたようで、着る服をできるだけ明るくしたかったのも不思議ではありません。ほとんどの場合、明るい色をつけるのは大変高価でした。しかし高価なだけでなく危険な場合すらあったのです。同様にヴィクトリア朝時代のイングランドではボトルグリーンの色が好まれ、多くの女性の間ではボトルグリーンのドレスが大流行。しかしその色合いを実現するためには、なんとヒ素が使用されていたんです。本当ですよ。しかしこれらの派手なドレスは主に特別な機会に着用されたため、ヒ素と常に接触することはあまりありませんでした。それでもいくら限られた露出であっても、思いもよらない結果を引き起こす可能性があります。完璧な外観を得るために髪を栗色に染めるのが流行りとされていました。これはその時代の最もトレンディーな色だったんです。硫酸は驚異的な効果を発揮し、最も黒い髪でさえ明るくすることができました。やり方は非常に有毒でした。水銀は衣服にも使われ、毛皮でできた帽子を作る場合、帽子職人はこの有毒な金属を使用して毛皮をくっつけ、
フェルトを形成していました。このように作られた帽子を着用した人々は帽子から発生する有毒ガスを吸い込んでしまい、中枢神経に影響を与えるため健康被害は計り知れないものでした。これはパスタの一種ではなく、過去に流行った少し変わったファッションのスタイル、マカロニスタイルと呼ばれるこのスタイルですが、手に入れるためには次のチェックリストを確認してください。18世紀半ばに生きていること、ものすごく誇張された超デカめのカツラをかぶっていること、上にフェザーを乗せるのもお忘れなく、できれば縞模様の明るいストッキングを着用していること、ズボンを履いていること、きついほど良いですよ。理想的にはレギンスのようにする必要がありますが、当時はライクラがなかったことをお忘れなく、あとはステッキを持って洗練されたマナーを身につけて、さらに磨きをかけましょう。あ、忘れるところだった。このスタイルをゲットした後、次の数十年または数世紀にわたって笑いものになっちゃうこともお忘れなく。チューダー朝のイギリスには人々が理解できないファッショントレンドがいくつかありました。今日何千ドルも払って笑顔を完璧に白く輝かせる人もいますが、イギリスのチューダー時代には女性は裕福に見えるように意図的に歯を黒くしていました。砂糖は高価で手に入れるのが難しく、買える人はほとんどいませんでしたからね。それに糖分を多く摂ると歯が黒くなると広く信じられていましたが、これは明らかな富の兆候でした。歴史家は蜂蜜が歯磨き粉として使われることもあったと信じています。黒い歯だけでは真のチューダー朝時代の気分になれないと思う場合は、大げさなことをしてみてください。16世紀には男性も女性も袖に詰め物をするためにあらゆる種類のものを使用していました。綿、ウール、おがくず、靴下などなど。彼らは腕を強調して力強くスポーティーに見せるために最善を尽くしていたんですから。袖の詰め物が多ければ多いほどあなたはより強く見えますよ。一部の男性はより筋肉質に見えるようにふくらはぎや腹の周りにさえいろいろ詰め込んだそうです。金属製のコルセットでサポートされた首の周りにフリルを追加して火の打ちどころのない形。こんにちは、フォロワーの皆様、そして中世の世界へようこそ。動画をクリックしてくれてありがとう。乗り心地が悪くてすみませんね。馬車での移動は車ほど楽ではないので。でも馬車に乗るか歩くかしか選択がないので、まあ中世の時代ですからね。高速道路もありませんし。とにかく私はブライト保安官です。今日の城のツアーガイドを務めます。お城について学んだこと、特にお姫様の映画で学んだことは全て忘れてくださいね。本場の中世の住人の私が現地の生活をお届けしますよ。いよいよ門をくぐります。早速行きましょう。今日のツアーはまず誤解を解くことから始めていきたいと思います。お城はしばしば宮殿や要塞と同じにされてきましたが、それぞれは違うもので、一つの特定の目的を念頭に置いて構築されました。城とは重要人物の要塞化された住居と考えられています。一方宮殿は要塞化されておらず、要塞は実際には居住目的には役立っていませんでした。ヨーロッパ式の城は9世紀から10世紀にかけて誕生しましたが、その間ヨーロッパは帝国の崩壊後に混乱に陥ったので、住みたいとは思いませんよね。土地は領主、王子などの様々な種類の高貴な人々の間で分割されました。そして分割後、彼らは自分たちの領土を管理し保護する方法を見つける必要があったため、城の建設を始めたんです。子供の頃、兄弟姉妹と部屋のスペースを取り合って布団や毛布で基地を作りませんでした？同じような感覚ですが、スケールは壮大な感じです。しかし城は土地を守るという本来の目的とは別に、行政の中心や権力の象徴としての役割も果たしていました。実際に都市の城は重要な旅行ルートに加えて地元住民を管理するために使用されました。さらに最古の城は実際には木造の造りでしたが、最終的には土地を守る役目を果たさないと気づかされる始末に。まず第一に、木造の城は通常天守閣のみに頼った構造で、さらに木造ですから簡単に燃えてしまう可能性もありますよね。これが木製の城が今日まで残されていない理由の一つです。さらに木製の城は腐敗しやすいという欠点もあります。木造の城は後により頑丈である石造りの城に置き換えられました。
しかし石造りの城にも欠陥が。何より高価で建設に時間がかかってしまったんです。もしあなたが中世の時代超お金持ちであったとしても、城の建設自体が大変なものでした。石造りの城を建てようとすると、石の採石と搬入から始めますから、城が完成するまで約10年ほど待たなくてはいけませんでした。ブルドーザーやクレーン、ショベルカーはありませんからね。ご想像の通り、最初の石造りの城は寒く、暗く、臭く、ジメジメしていたんです。匂いを取り除くせめてもの努力で、甘い香りのするハーブを使って壁や床を覆っていました。映画やドラマなどの影響で大きな城を想像しがちですが、一般的な城のイメージとは異なり、初期の城はそれほど大きくはありませんでした。それらの多くは監視塔が一つだけで構成されていて、所有者がお金に余裕があり、作りたいと決めた時だけ余分な部屋が作られました。城を建てるということになると、設計よりも場所が戦略的に重要でした。城のほとんどは島、丘の砦、または海の隣など手の届きにくい場所に建てられることが多く、周りの環境自体が保護の役割を果たしていたんです。このような場所の選択により、城の住人は周囲を何キロにもわたって見渡すことができ、危険を察知して備えることができました。したがって城が人里離れていてアクセスできないほど城としての機能を果たしていたと言えます。しかし、そのような自然の防御を持たないものは、堀や用水路などいくつもの層を重ね、さらに防御を強化することになります。そのような場合、城へのアクセスは羽橋を介して許可されます。ただし、城はできるだけ人里離れた場所にあることに加え、食べ物処理用のミル、肥沃な土地、淡水源など生存に不可欠な機能の近くに配置する必要がありました。では門と石造りの外壁について少しお話ししてから中に入りましょう。天守閣は城の構造の中で最も重要な部分だと思うかもしれませんが、実際には何としても守らなければならないのは門楼です。中庭へ続くまっすぐな通り道で最も弱い部分でもありましたからね。そのため門楼は不要な訪問者を止めるためにできるだけ小さくする必要がありました。したがってファンタジー映画で見られる巨大な門は、現実には城を守るのが難しくなるため、実際には非現実的で実用的ではないんですよ。城壁の四方にある塔は時代とともにデザインの改良が必要になってきました。実は初期の城は四角い塔が多かったのですが、それを破壊するのは容易なことでした。塔の下の一角に穴を掘るだけで崩壊してしまうという簡単な構造だったんですよ。城の建築者が丸い塔に切り替えたのはそのためです。いよいよ城内の中心となる天守閣に足を踏み入れましょう。ここは領主や貴婦人、その客人、代表者、時には使用人など最も重要な人々が住んでいた場所です。領主と貴婦人は自分の部屋で寝ます。つまり彼らが城に複数の部屋を持つ裕福な貴族の一人である場合です。一方、他の人たちはダイニングエリアとしても使用される大広間で寝ていました。面白いことに、通常城にはダンジョンがありませんでした。少なくともメディアが映すようにですが、ダンジョンという言葉は実際には砦を意味するフランス語のドンジョンに由来しています。したがって実際には刑務所ではなく、ダンジョンは他の外部防御が脅威に直面した場合に城の住民が避難する最後の場所として機能しました。螺旋階段が目に留まりましたか？それらは安全上の理由からそのように建てられました。階段の時計回りの方向は壁の内側の曲線に沿っているため、階段を登ってくる侵入者が剣を抜くのを難しくすることを意図していました。もちろんこれはナイトたちの利き手が右手だった場合を考慮してのものです。一方、階段を降りてくる人は剣の手が壁の外側にあり、振り回す余地があるため有利になります。時計回りに上昇することは、侵入者が剣を手に入れるために体をより多く露出することを意味するため、防御側が攻撃を回避しやすくなります。それに加えて階段は不均一な高さで設計されます。高いものもあれば短いものもあるというように、これにより城に慣れ親しんだ人々は素早く動くことができ、侵入者はつまずいて転落してしまうということです。緊急事態がエスカレートした場合に備えて城には秘密の出入り口もありました。
メインの隠しドアは英語でポスターンまたはサリーポートと呼ばれ、伝統的に城壁の基部に位置されました。多くの場合小さくて防御しやすく、金属製の格子で固定されていました。このドアは包囲中に人々が逃げたり、食料やその他の物資を持ち込んだりすることができるようにするための非常に重要な役割を果たしました。ツアーが終了する前にトイレを使用する必要があるかもしれませんが、何世紀にもわたって荘厳な姿でそびえるモアイ像。この像はその昔、人の手によって刻まれた彫刻です。しかし、彼らはある時、この石像の建設をパッタリとやめてしまいました。その理由は一体何だったのでしょう。今回はその謎を追いかけていきます。タヒチから東に 4000km。イースター島は面積163平方キロメートルの島です。この島は現在も世界で最も陸地から離れた孤島と呼ばれています。島はその昔豊かな森やシダ類に覆われていました。しかし4世紀頃に最初の人類が足を踏み入れると、この森は次第に面積を減らしていきました。そして1250年頃から島中にモアイ像が作られるようになったのです。モアイ像は様々な素材から作られていました。堆積した火山灰に玄武岩、ソメン岩、スコリア。イースター島は火山島だったため、これらの素材が主なものとなったのです。完成したモアイ像の表面には軽石がかぶせられました。像の顔つきはそれぞれが違っていますが、共通しているのは表情と太い眉毛、そして大きな鼻です。腕は胴体に彫刻で表されていました。中には頭の上に帽子のようなものをかぶっているものもあります。島にはおよそ900体の像があり、それぞれは違った大きさをしています。高さの平均は4メートル、最大のものは高さ12メートル、重さ82トンのものです。像の顔がそれぞれ違っているのは、これらの像が島に住んでいたかつての先祖や長老、その他の偉人たちを記念していたからではないかという仮説もあります。しかしモアイ像に関してはあまり多くの証拠が残っていないため、その本当の目的を知ることはほぼ不可能です。モアイ像は海岸線に沿って並び、海に背を向け、人々の集落の方を眺めた状態で立っていました。18世紀に入るとヨーロッパ人がこの像を発見します。その時かなり多くが引き倒された状態で見つかっていました。モアイ像が作られなくなったのはこの時代よりずっと前のことでした。モアイ像の建設には多大な労力が費やされていました。優れた職人が膨大な時間をかけて、のみといった基本的な道具で石を削っていったのです。1体のモアイ像を作るのには6人の職人が必要で、制作期間は1年でした。作られたモアイ像は設置する場所に運ばれなくてはなりません。その最大距離は 18km にも及んだと考えられています。放射性炭素年代測定を用いた分析によって、モアイ像の建設は1250年頃から始まったことが分かりました。しかし1500年頃になると、その建設が一切行われなくなったのです。のみは最後に使われた場所に打ち捨てられたままという状態。また設置場所にちゃんと移動させられた像は全体の4分の1ということも分かりました。うち半分は石切り場の中で見つかり、残りは運搬中にその場に捨てられたような状態にありました。おそらくはイースター島の住民たちが石像作りをやめてしまった何らかの出来事が起こったに違いありません。その理由については様々な仮説があり、そのほとんどは森の伐採につながるものでした。例えばある仮説は、島民たちが木材を使って像を移動させていた可能性を考えています。その方法はソリに乗せてロープで引っ張る、コロに乗せる、あるいはカヌーで水に浮かせるなど、様々なものが考えられます。そしてこのことによって森が次第に面積を減らしていきました。森はすぐには回復しません。またネズミが木の種を食い荒らした可能性もあったと言われています。島の人々にとって木材は様々な用途に使われるものでした。木は日用品のみならず、その他の像の素材としても使われたのです。また別の仮説は、他に労力を使う先ができたためにモアイ像の建設の優先度が下がったというものです。例えば人口増加に伴って石造りの庭が広く持たれるようになりました。
この庭は土を温かく同時に肥沃に保つのにうってつけでした。島民たちはこのような庭作りに勤しんだため石像を作り動かすほどの労力が確保できませんでした。さらに別の仮説では人々の信仰する対象が時代とともに変わった可能性が示されています。かつて先祖とのつながりとして見られていたモアイ像は時間とともに力や忍耐を象徴する儀式に追いやられていくようになりました。この新たな儀式において島民たちは海鳥のモチーフを彫刻するようになったのです。島の象徴的な信仰対象はモアイから海鳥へと変わりました。祖先たちは石像ではなく海鳥の目を通して我々を見守っている、そのような信仰が広まった結果モアイ像を作る理由自体がなくなってしまったのです。これらの仮説は正しいかもしれません。しかし島が抱えていた一番の問題は人口の増加でした。かつて美しい緑で覆われていた島は荒れ地になり果てました。当初森に頼って生活していた人々は1550年頃に森が消えた頃には農業に頼って生活するようになっていたと言われています。モアイ像という偉大なモニュメントを作るのに力を合わせていた集落はいがみ合うようになっていきました。イースター島が土地と資源を求めてあえいでいた頃、人々は互いの権力を貶めるためにモアイ像を次々と引き倒していきました。石像はそれから数世紀の間幾度となく倒れていきました。中には打ち捨てられたがために自然な理由で倒れたものもあり、その一部は海に落ちて沈みそのままとなりました。しかし石像が辿った運命は悲しみに満ちたものばかりではありません。その一部は復元され、今では世界中の観光客に素晴らしい体験を提供しているのです。皆さんがイースター島へ旅をした時に最初に浮かぶ疑問はモアイ像がどのようにして作られたかでも、モアイ像がどのように動かされたかでもないでしょう。おそらくその疑問は一体人類がどうやってこの島にたどり着いたのだろうになるはずです。これは人類の歴史でも驚くべき出来事でした。ポリネシア人は想像を超えた偉業を成し遂げた人々。彼らは紀元前1500年頃から船で海を渡り世界を探検していたのです。彼らの海洋技術は当時としては非常に進んでいました。双胴船やアウトリガーといった船で海を渡り、東南アジアから太平洋中の島々へと居住地を広げていきました。北は紀元前900年に入植したハワイから、南は紀元前1200年のニュージーランド、そして東の果てはイースター島でした。そしてたどり着いた人々は、ものの数百年の間に広大な土地を切り開きました。彼らは自分たちがいた場所を記憶する術に優れ、そのようにして海を渡っていきました。そのためにかなり多くの技術を有していたようです。昼には太陽が昇り、再び沈む様子を眺め、夜には星を見ました。見晴らしの悪い曇りの空の日でも使える手法はたくさんありました。このような時は海流や波の動きを見定め、海の中にいる生き物の光にも注意を払いました。この方法で特定の島がどこにあるかを見つけることができたのです。船乗りたちは遠くの島や岩礁が大気や海流の動きにどのような変化を生み出すのかを理解していました。鳥の存在も大切なサイン。中には島から島へ長い距離を移動する渡り鳥もおり、これが見えない道を示す道しるべとなりました。1849年10月3日、ボルチモアの地元紙の記者であるジョセフ・ウォーカーはある酒場に向かいました。そこに近づいた時、排水路に横たわる男性が目に入りました。ウォーカーは起こしてやろうと男性に近づきます。男性の格好はみすぼらしく、体調も悪そうでブツブツと何かをつぶやいています。ウォーカーが男性に名前を尋ねると、エドガー・アラン・ポーと答えた男性。エドガー・アラン・ポーは数々のホラーやミステリー、探偵、SF 小説を世に送り出した作家。ポーは新たなジャンルを確立し、彼に影響を受けた多くの作家や監督は恐ろしくも興味をそそるような作品を生み出してきました。ポーは世界で最も有名な作家の一人であると言えるでしょう。ですが残念ながら彼の人生は暗く劇的なものでした。彼の最後は本人の物語さながらに陰気でミステリアスなものだったと言えるでしょう。1809年、マサチューセッツ州のボストンに暮らす舞台俳優の一家に生まれたポー。人生初の悲劇はポーが2歳の時に訪れます。
母親が亡くなり、父親が蒸発したため、この年で孤児となってしまったのです。リッチモンドに暮らす夫婦、ジョン、フランセスのアラン夫妻は、ポーを養子として迎え入れました。ですので、ジョンはポーの養父ということになります。ジョン・アランは商人としてそこそこの収入を得ていたため、ポーは素晴らしい教育を受けることができたのです。バージニア大学へ入学したポーは、ここでギャンブルにはまります。ある日、持ち金すべてを失ってしまったポー。借金を返済することができず、養父からも返済の肩代わりを断られる始末。この借金のおかげで、ポーは資金不足となり、リッチモンドへと連れ戻されました。ここで、さらなる悲劇に襲われます。麗しい、サラ・エルミラ・ロイスターに心を奪われたポー。彼女との結婚を夢見ていましたが、彼女は別の男性を選び、婚約してしまったのです。これにより、ひどく憔悴したポーですが、この経験こそが、執筆活動の原動力となったのかもしれません。バイロンをこよなく愛し、詩や短編執筆を仕事にしたいと考えるようになります。18歳の時、ポーはボストンへと引っ越して、最初の本を出版。ですが、タマレーン、その他の詩集は収入にはつながりませんでした。流通することも、評論が書かれることもなかったのです。多くの歴史家はこの本の存在自体を疑っていますが、1876年、本は大英博物館にて一冊だけ見つかっています。記録によれば、タマレーン、その他の詩集は全部で50冊印刷されたとのこと。現存するのは12冊のみ。批評本の専門家たちは、ポーの第一作目は19世紀のアメリカ文学において最も価値の高い本の一つであると考えています。2009年、この本はオークションにて約8700万円で落札されました。同じ本のコピーは以前約3000万円で落札されています。しかし、ポー自身が本の売り上げを手にすることはありませんでした。彼は借金まみれとなり、底辺生活をしながら短編を書いて暮らしていました。ポーはその後軍隊に行き、2年間兵役に就いたので、そのような生活も長くは続きませんでした。その後、ポーはニューヨークへと渡ります。地元雑誌の批評家としての仕事を得て、他の作家の小説の批評を執筆。仕事を通じて文学に対する厳しい批評スタイルを生み出します。この間も詩を書き続けていたポーについに成功が訪れることになります。1845年、かの有名な詩、大ガラスを執筆。報われない恋を経験した男性が薄暗い晩に人語を話す大ガラスと談笑するという話です。この詩によって詩人としての知名度が上がりました。大ガラスはアメリカのほぼ全ての雑誌や新聞で公開されます。道で顔を認識されるようになり、人々はこぞってポーの詩を引用しました。またニューヨークの上流社交界からはプライベートクラブへと招待されました。ついに有名となったポー。彼は世界的に知名度を上げていったのです。作家なら誰もが羨む名声を手に入れたポーですが、それでも大した稼ぎではありません。大ガラスで得たのは1100円から2000円程度。さらに出版本の報酬として約1万5000円。ところでポーは執筆活動で生計を立てることができた初のアメリカ人作家なんですよ。2000円という額は当時でも大した価値はありませんが、重要なのはこの成功がポーのキャリアアップへの足がかりとなったということ。ついに収入につなげることができるようになったポーですが、まだ自分自身は愚か、家族を養うことなどできない状態でした。さらにポーは借金まみれであったため、お金は借用元への返済に充てていたのです。1846年前半になると、彼に悲劇が襲いかかり始めます。まず、評論家としてのフルタイムの仕事を失ってしまったのです。勤めていた雑誌が倒産し、ポーはまたもや無一文になります。主な収入源は講演活動でした。ポーの明晰かつ大胆なパフォーマンスに参加者たちは大満足。ポーは不平等な文学ビジネスや同時代の多くの作家を批判しました。さらには夜間司会も開講。彼のパフォーマンスへの評価は概ね好意的でしたが、なぜかこの講演の人気はチケットの売り上げとともに次第に落ちていったのです。妻と彼女の母親と共にブロンクス区に移り住みますが、ここで新たな悲劇に見舞われます。ポーの妻であるバージニア・ポーが24歳で永眠。
ポーはこの悲劇から精神的に一生立ち直ることができなかったと言われています。その後も講演活動と短編執筆活動を継続、心に空いた穴を埋めようと再婚したいと考えるようになっていきました。だからこそポーは頻繁に酒場に出入りしていたのです。1949年9月27日、ポーはバージニア州のリッチモンドからフィアデルフィア行きの蒸気船に乗船しました。詩集の編集のためにアメリカの詩人から雇われたのです。ここから6日の間に何が起こったのかは未だに分かっていません。しかし10月3日、ポーを知るジョセフ・スノッドグラス教授はボルチモアの地元紙のジャーナリストであるジョセフ・ウォーカーから手紙を受けました。その内容は、みすぼらしい姿で用水路に落ちている男性を発見したというもの。男性は動揺した様子でエドガー・アラン・ポーだと名乗ったというのです。スノッドグラス教授は驚きます。ポーはフィラデルフィアで詩集を編集しているはずなのですから。スノッドグラス教授はすぐにポーのいる酒場へ向かいました。彼の目はうつろで意味不明の言葉をつぶやいています。さらに着ているのは本人の服ではありません。医師の指示でポーはすぐさま病院へと運ばれました。ポーは正気を取り戻すことなく、わけのわからないことをつぶやき、事情を説明することもできません。彼の死に際にコミュニケーションを取ることができたのはジョン・モラン医師のみ。1849年10月7日、ポーは息を引き取りました。モラン医師は正確な診断を下すことができなかったそうです。一説によれば、ポーは狂犬病を患っていたとのこと。狂犬病は19世紀であれば珍しくはありません。混乱と幻覚を引き起こすのです。ただ、この説には矛盾があります。狂犬病患者は水を怖がりますが、ポーにはこのような問題は見られなかったということ。別の説では、ポーとの結婚を阻止したかったサラ・エルマイラ・ロイスターの兄弟たちに襲われたと言われています。でもそうであれば、脳に深刻な損傷とダメージがあったはずです。しかし、どうして発見時に他人の服を着ていたのでしょうか。亡くなる晩、ポーは、
一体何が起こっているのでしょう。ものすごい速度で移動しています。ワームホールを通過中のようで止まれません。加速しながら移動していると最後に光が見え、突然真っ暗に。数秒後目を覚ますとピクセル化した世界が広がっています。ここは巨大な木や岩に囲まれた森の中。起き上がって周りを見渡すと風が吹いているのに肌に感じられません。手には手袋がしてあり、右手にはアバターを表示するボタンがあります。クリックすると防御用のスーツを装着した自分の姿が見え、データが表示されました。今はショールで顔を覆った砂漠の服装をしています。スキンを選択するボタンがあったので押し続けると、いろんな状況やシナリオに合わせた変わった服装が表示されます。今着ている服は環境に合っていないので髪を覆うフード付きのローブを選択。スキンを変えた後、付近を歩き回り他の人を探しました。小さな村から音が聞こえたのでその方向へ向かい、人混みの中を歩きます。アバターに表示された全員のプロフィールとデータを見ていたら通知が入りました。あなたはこの仮想世界に365日間滞在するという実験プログラムに登録したようです。この実験を完了し秘密の宝を見つければ500万ドルの賞金が授与されます。しかし主催者によると宝を発見するには1年かかるとのこと。時間は刻々と過ぎていきます。でも商品を獲得できるのは先着10人の宝の発見者に限られます。いろいろな店に行き何か買おうとしましたがうまくいきません。しばらく歩いていると近くに実験の参加者がいる通知がありました。地図ではそれほど離れていませんが、相手が誰でどんな姿をしているのかは分かりません。近づいてみると派手な衣装を着た女性の魔法使いがいます。話しかけると会話は全て録音されているので気をつけてと言われます。そして自分の知らない機能を教えてくれました。彼女には他のメタバースに転送するオプションがあるので、ポータルを開き同じワームホールを通りランダムに生成された仮想現実へ案内してくれました。目を閉じていると人気のない街で目が覚めました。ここでは激しく雨が降っています。そこでメタバースの未知の領域であるという通知を受信。環境に溶け込める服装に着替えて歩き始めます。街の広場へ行くと、ここがメタバースのダークサイドであることに気づきました。彼女は宝探しを妨害するために自分をコース外に移動させたのです。魔法使いが見当たらないので他のメタバースには移れません。別の通知がポップアップ表示され、近くに参加者がもう2人いることが判明。周りに注意しながら歩き始めると、参加者である巨大なトカゲを発見。彼はこの場所は危険だ、一緒に行かないかと言っています。直感的にこいつを信用してはいけないと感じました。一緒に路地裏へ行くとすぐに何か変だということに気づきます。ボタンを繰り返しタップしていたら数千人のユーザーのいる近未来都市へ移動しました。この服装だと目立つので別の服装に着替え周りに溶け込みます。街を探索していると現実世界でおなじみのブランドがたくさんあります。メタバースは特定の関心を持つユーザーをターゲットにした革新的な広告で収入を得ているのです。広告の多くは仮想世界で購入して使用するアイテムを宣伝しています。暗号通貨の残高を確認するとたくさんのアイテムを購入できるだけの金額を持っていました。でも実験では1日あたり特定の額しか使えません。規約や規則に違反すると支給額が減額されます。現実の世界と同じでメタバースの生活にも通貨が必要なのです。この世界では食べ物も水も必要ありませんが、先へ進むには宣伝中のアイテムを購入しなければなりません。他の人たちは有名人との特別なパーティーに参加していますが、中に入るには特別な NFT の靴が必要。レアなアイテムではありませんが NFT で所有者が証明されます。自分のアイテムはパブリックドメインに登録されていますが、困ったことにかなりの費用がかかるのです。支給額が増えるまで待っていられないので、ある方法を思いつきました。パーティーの参加者に話しかけ、貴重なスキンと靴を交換することを持ちかけるんです。交渉の末相手が同意したのでお目当ての靴をゲットしました。自動的に入場が許可されたので客に話しかけます。パーティーのテーマはヒップホップなのでスキンを変えました。他の参加者を探しましたが見つかりません。
そこで賞金を手に入れる最初のヒントが書かれたパネルを発見。パーティーの客たちに実験の参加者であるのがバレてしまい、追い出されそうになります。でも警備員をうまくかわし、パネルを掴んで脱出できました。パネルには数ヶ月間で地球の4大陸を訪れなければならないと書かれています。そのためメタバースを適当に移動するのではなく、隣接するメタバースに向かわなければなりません。それぞれのメタバースに行き、貴重な NFT を集め、他のユーザーと交換し、次の大陸への道を開くのです。灼熱の砂漠やお菓子の国など、あらゆる場所に行くことになるでしょう。数ヶ月後、ついにこの冒険が完了。最後の場所は雲の中にある空の街です。ここでは全てのものが風力と巨大な鳥によって動いています。あなたはヒントの通知を受信します。賞金に近づいているが、宝を発見するには現実との境界を越えなければならないと書かれています。混乱して頭をかきながら意味を考えていると、突然自分を危険なメタバースの街に連れ込んだ魔法使いが出現。どうにかここまでたどり着いたようです。ですが彼女は群衆の中に姿を消しました。負けるわけにはいかないので彼女を追いかけます。群衆の中を走っているのが見えますが、人に話しかけられている間に巨大なワシに乗って飛び去っていきました。それから数ヶ月間、次に行く場所を突き止めるために、すでに行った場所に再び向かい、見逃したものがないか確認します。実験終了まであと1ヶ月。その時ずっと勘違いしていたことに気づきました。適当な場所にテレポートし、ワームホールに突入。現実世界への入り口に到着したので、浮遊している間にテレポーテーションを停止し、フリーズさせます。データを開くと、隠されたボタン以外はアクセスできません。以前途中で何度かキャンセルしましたが、このオプションは選べませんでした。クリックすると自分が現実世界と仮想世界の狭間に行きました。ここは複合現実なのです。ここでは全てがリアルに見え、匂いや感触や温度まで感じられます。風景が逆さまなので、宙に浮かぶ大理石のタイルを飛び越え、ダイヤモンドに向かいました。下には炎が見えますが、これは現実じゃないから何も起こらないと自分に言い聞かせます。宝にたどり着くまで飛び続け、近づくと仮想空間が誤作動を始めました。ダイヤモンドをつかみインベントリーに加えます。その時、宝は自分の中にあるというメッセージが現れ、シークレットメニューが開き、銀行口座に500万ドルとサインアウトのオプションが表示されます。タップすると別のワームホールを通って現実に引き戻されました。 VR ゴーグルを外すと銀行口座に賞金が振り込まれています。周りを見渡すと、他の参加者たちはまだゲームをプレイしています。時間を確認すると、メタバースには1年ほどいたような気がしていましたが、現実世界では12時間しか経っていませんでした。失神する前の記憶は落下した時点で途切れています。病院で目を覚ますと、医者や科学者たちに囲まれていることに気づきました。医者の一人が、気分はどうですかと聞いてきます。喉に何か詰まっているような感じで呼吸しにくいことに気づきました。熱もあるようで、体中汗だらけです。目の具合も悪く、人の顔すら見えません。医者は、心配しないでください、あなたは事故に遭いましたが無事ですよと言っています。何か言いたくても口からは言葉が出ず、出るのは大きな咳だけです。目がよく見えませんが、周りにいる人が怯えているのを感じます。するとすぐにその理由が分かりました。唾液の代わりに口からネバネバの濃い繊維状の物質が出てきたのです。思わずパニックになり、脈拍が速くなりました。医者たちに抑えられてベッドに縛り付けられます。睡眠薬が与えられ、再び意識が遠のいていきます。寝ている間に数千匹の小さな蜘蛛が自分の体の上を歩き回っている悪夢を見ました。助けを求めようとすると、口の中には4つの蜘蛛の目が光っています。悲鳴を上げながら目を覚ますと、今度は周りに誰もいません。驚くことに、かなり気分が良くなっていることに気づきました。喉に詰まっておらず、熱も下がり、元気がみなぎっています。ベッドから出て鏡の前に行くと、恐怖で体が動かなくなってしまいました。顎の真下に小さな皮の袋ができています。
深呼吸を2回して落ち着くと、すべてを思い出しました。自分は生物学者で、ここ数年クモの糸の研究に携わってきました。この糸は地球上で最も耐久性があり、用途の広い素材なのです。一本の糸は人間の髪の毛の数百分の1の細さで、何百本ものナノファイバーによってできている高密度のものです。クモはタンパク質でできた天然繊維の糸を使って巣を作ります。自分は科学者として、天然のクモの糸の機能を全て備えた人工のクモの巣を製作していました。この糸は使いようによって、建設や医療やその他多くの分野で活用できるはずなのです。世界中には約5万種のクモがいますが、それらのほとんどは巣を作らずに糸だけ作ります。糸の特性は種によって異なるので、一つ一つ研究していたのです。研究室では数千匹のクモが大きなケースに保管されています。事故当日は何百種類もの優れたクモの天然繊維を組み合わせて、プラスチックやゴムや金属や木材に取って代わる多目的の特別な糸を製造していました。この糸をクモの腹部のような小さな箱に入れておきました。それを生きているクモの上に置き、内部で巣を張れる大きな特別なタンクに入れたのです。数時間後、研究室に戻り、タンクの蓋を開けると、中には完璧な糸でできたキラキラ輝く巣ができていました。触ってみると、手にくっついて剥がれないことに気づきます。もがけばもがくほど余計にくっつきます。クモの中には、獲物を捕らえるために電気を使うものもいます。この種のクモは静電的性質を持つ特別な接着剤で巣を覆います。この接着剤は花粉や昆虫など空気中のあらゆる物体を引きつけることができるのです。でも、ここでは自分自身の体が引きつけられてしまったのです。この糸が持つ特性のせいで、糸に絡まって抜け出せなくなりました。巣が腕を包み込み、中に引き込まれていきます。そして身動きが取れないまま気を失ってしまいました。ある科学者が部屋にやってきて、特別な糸を出すクモは糸を体に巻きつけたものの、噛みつきはしなかったと言っています。ケースの中にいるのを同僚に発見されるまで、数時間も分厚いクモの巣に包まれていたので、ほとんどの糸が肌に吸収されてしまいました。その結果、体が糸と同期し、クモの巣を作れるようになったのです。クモの腺は唾液腺のすぐ隣にあるので、喉に袋ができています。現在はクモの巣を吐き出せるだけですが、いずれ他の部分から糸を出せるようになるはずです。ちょっと怖いのは確かですが、思わず魅了されてしまいました。実験してみたくてたまりません。研究室の近くにあるテスト場に行き、糸を太い丸太に向けて発射します。もう片方の端を反対側にある丸太に貼り付けてみました。糸は伸縮するので、スタンガンで糸に軽い電流を流してみました。すると糸が縮み、2本の丸太がぶつかり合いました。次は強度をテストすることに。最強の糸はダーウィンズバークスパイダーによって作られたもので、強度は他の糸の2倍あります。どうやらこの糸の特徴も備えているようです。助手が建設用クレーンをテスト場に移動させました。長い糸を吐き出し、それをケーブルのようにクレーンに貼り付けます。すると数トンの重さのセメントのブロックを持ち上げることができたのです。指先にも小さな袋ができました。指の爪の下から糸を出せば、かなりの距離まで発射することができます。研究室に行き、窓の外に細い糸を発射してみました。糸は落ちていきますが、地面には触れません。そして糸の先にネバネバする小さな玉が形成されています。それを見て、この糸がどのクモのものなのか分かりました。オーストラリアに生息するセアカゴケグモは、ビーズのついたカーテンのように地面に伸びる粘着性の糸で巣を張ります。アリやコオロギがビーズに触れると巣に捕まり、逃げられなくなってしまうのです。もちろん楽しむことも忘れてはいけません。同僚にいたずらを仕掛けましょう。糸を研究室全体に張ってみたところ、数時間後、何人かの科学者が罠にかかって怒られてしまいました。次は地面の上に巣を張って、トランポリンのようにジャンプしてみました。特別な糸を備えているおかげで、骨と筋肉の強度が増し、体も柔らかくなっているので、怪我の心配もありません。
手のひらと指に糸を巻きつけて壁を登ろうとしましたが、逆にペンキと漆喰が剥がれて地面に落ちてしまいました。さらにもう一つの能力を発見しました。指先から糸を発射しても相手にはそれが見えないのです。糸を物に貼り付けて手前に引くと念力があるかのように見えます。雲の中には紫外線が反射しない糸を作れる種がいるのです。つまり透明な糸を作れるということ。さらに紫外線が反射し一定の角度からだと青く見える糸もあります。でも一番おしゃれなのは金色の糸でした。熱帯地方に生息する雲の中には特殊な物質を糸に染み込ませ金色にする種もいるのです。この糸を使えば美しい模様をデザインすることができます。研究室を出て近くの森へ向かいました。何十万匹もの雲が自分に向かってくることに気づきます。でも攻撃はされないので大丈夫。雲は他の雲を引きつけるための特別なフェロモンを巣に塗っています。雲たちは肌でフェロモンを感じ取っているのです。最後に大きくて重い粘着性のあるボールを作ってみました。雲の中にはそのような糸を作って虫を捕まえている種もいるのです。この重いボールを振り回せば木さえなぎ倒すことができます。雲の糸は無菌で抗菌作用があるので医療用ガーゼよりも効果的です。ただし剥がすのが大変なのが難点です。次はある特殊な雲の糸の特性を確認するために近くの湖に行ってみます。水中に住む水蜘蛛の糸です。糸を使って繭を作り、防水の泡の内部を大量の酸素で満たして水中に生息しているのです。ここでは指と口から細い糸を出して大きなボールを作ってみました。そしてそれを水に投げ入れてその中に入ってみました。するとゆっくりと湖の底に沈んでいく潜水艦の中にいるように感じました。その中では防水の糸を使って身を覆い、体との間に空気の層を作りました。そして眉から出てスキューバダイバーのように水中を泳ぎ回りました。息が切れてきたので水面に向かうことに。その後2本の木に伸縮する丈夫な糸を貼り付けて巣の真ん中部分を掴んでからパチンコのように巣を飛ばしジャンプしてみました。木の上を越えて飛んでいった時は嬉しくて思わず叫んでしまいました。でもテスト場や実験室を越えてさらに飛び続けていきます。待てよ、どうやって着陸すればいいんだ。そしてそのまま木に向かって落下したのです。ここで記憶が途切れてしまいました。どうやらまたしても入院することに。間抜けな実験をしたおかげで体中がかなり痛みます。でも何かが変わったような気がします。医者が言うには体内で糸が完全に溶けてしまったのでもう巣を作ることはできないとか。でもまあかなり楽しんだからいいかと納得しています。